お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、見ていくんですけども、現在、こちら、世界1位でございます、シロさんという、日本人のね、プレイヤーで、ございます。なんと、30ロイホクで、30でっていうのは、これがね、もう、えげつないですね。で、なんと世界1位を取っています。というわけで、なんとこのね、クランをね、見てもらえればわかるんですけど、3マスケ OP と、リプレイをね、いただきました。しかもですね、現在世界1位で、こう、ね、もう勝ったら世界1位とか、もう世界トップの超貴重なね、リプレイをもらいましたので、しかもこれ、エディゴレトルネ5とかにね、30で勝ってるっていう、これえぐいですね。っていうのを、こうね、見ていけたらいいなと、思います。というわけで、ですね、もともとこの方は30を使ってた方で、なんか結構前の時からこの形のね、ボムタワー入りの30を使っていた印象があります。最近特にね、こうマルチ上位に上がってきた印象があるんですけども、多分もともと30使いのプレイヤーですね。で、30ここ最近というか、もう、半年ぐらい言ったらこう上位にほぼいなかったんですよ。なんかちょっと上がったとしても、こう、なんかね、シーズン最後には落ちるし、みたいな、こう、グロ1位まで行くとかほぼなかったんですよね、全く。なんでこう、30種はもう終わったなというか、なんか30種はいない環境だったんですよね、半年間ぐらいずっと。なんですけど、いや、ここトルネを抑えたので多分30展開かなだと思いますね。トルネ5で巻き込まれないっていう。やつですね。そう、30しかずっといなかったんですけど、なんとね、この方が30でこう世界もう今トップ。30一番うまいんじゃないですかね、今だと。このデッキの。はい。で、上に行ってからちょっとね、この方の30が増えているっていう形でございます。というわけで、すごいですね。なんか、ディガー入りのデッキも多かったっていうのもあったり、こうエリゴレですね。やっぱ形作られると、こう止まんないデッキがやっぱ増えてきたので、エリクサーポンプがね、やっぱこう30品必須っていう感じだったんですけども、そこがね、こうちょっとまた新しくなって、エリクサーポンプが今回ないんですよね。よいしょ。サボムタワーでしっかりエリゴレには対応していくと、エリゴレでこうボムタワー延命はうまいですね。そして言うので、はい。なんで、こう、エリクサーポンプがない30種っていうのもね、またこう、新しいなっていうのはね、すごい、個人的には思いますね。なんか僕は30種、使ってたんですけども、やっぱ、エリポンが欲しくなっちゃうんですよね。こう、エリポン貯めて、アドにして、みたいな。なんですけど、またね、こういうエリポンがない30種だと、立ち回りも全然違いますし、いや、すごい難しそうなんですけど、やっぱ使えるようにはね、すごいなりたいなと思ってますね。さあ、いうので、ジアチを処理しつつ、このボムタワー残ってるのでかいですね。これ止まんのかな？ロイフで攻める。ファイブを使ったなんで交換か？そうですね。11交換。でも、ここで30種で美味しく回収できんのかな？からのアイゴレで逆サイ誘導かな？うまい。全部釣れてる。こんな綺麗に全部釣れる？ちょっと待って。こんな綺麗に全部釣れないよね、普通。ちょっと待って、やばい。こう、ボムタワー置くのかな？許容ですね。ファイブで処理は辛いっすね、これは。ですが、30種にファイブ打ったらマジアチャが残るよと。そしてここで、ファイヤーボールを使ったので、30種展開をしていきますね。なんか、ロイホクとかすごい飛ばしたい感があったんですけど。そして、ロイホク飛ばすと。いやー、しかもこのマスケ2体残ってますからね。いや、うまいですね。しっかり相手がハイを割いたのを、こう、見て、30種展開しつつとか、こう、やっぱトルネードを使った後に30種展開とか。やっぱ、うまいですね。さすがにね。さすがに世界1位なんでね。間違いなくうまいですね。しかも、このトロ隊だと負けたら、こう、40何歩とかされる世界で、こう、今上位にいるのはね、大変ですね。いっぱいするだけですごい萎えますよね。よいしょ。さあ、相手は、これあれですね、日本の方で8000いってる、ゴレ使いのスターリーさんですね。さあ、ユーノ。結構ね、一枚一枚が重い30種なんで、このユーノとかダックプレイがすごい大事だと思うんですけど、ガンガン割いていきますね。で、こういうユーノとかダックプレイでユニットを探したのを、他の何かで回収していく。まあ、ここは多分デッキ分かってる立ち回りだと思いますけどね。さあ、ここはどうするんだ？5例で逆サイ、ロイフグ。ああ、やっぱそうですね。で、まあ、トルネで許容されてだと思ったんですけど、ここの無視をさ、どう守っていくか。僕だったらボムタワーからの、そんな感じがしましたね。ですが、これを守るのはなかなかね、すごい至難の技ですよね。おー、あれなんすね。もう、なんか、お、すげえ、そう守るんですね。いや、なんか、新しいですね、この防衛方法は。うわ、でもやられるんだ。いやー、これは1個折られるが、まあ、ロイホグをね、無視したことによって1個折ってると、言った流れですね。まあ、やっぱ5例ダクネベビーまで組まれると、正直ね、守りきれないっていうのがありますね。しかも逆サイ攻めた後だったので、エリアドも取られてて、結局、まあ、守れないって感じですね。さあ、ですが、まあ、こう、後ろから、後ろから交わしてたか僕だったら割いちゃいそうですが、ダクプリから入ることによってユニットを咲かせたいみたいなのがあるのかな。お、めっちゃ待ちますね、これ。ん？落ちたのか。あ、ん？これは？これは若干審議が入りそうですが、これは審議ですが、まあ、このゴレダクネの棒ですよね。まあ、ボムタワーを置きつつ、これライトニング打ちたいけどね。打ったら三重視が暴れまくるってやつですね。ああ、そうですね。で、これライトニング打つから、飛来心を押してるっぽいですね。有能が多分誘拐されましたね。さあ。さあ、しかも、このトルネ、攻めトルネもうまいですが、そこをしっかり延命していくと、からの、まあ、ロイフグを飛ばさないのかな。いや、飛ばしそうですけどね、これは。はい、飛ばします。そして、うわー、真ん中マジでちゃう。これもうまい。しっかり読んでますね。何かで受けてくるのを。で、マジアチャがぶっ刺さりの、このままフィニッシュと。まあ、結構ね、対空が三重視とマジアチャってこう、あるように見えて意外と薄いんでね。まあ、やっぱベビドラ、そしてダクネのコウモリとかがね、厄介だったんですけど。まあ、守れないとかはやっぱ守りきらず、なんかカウンターにつなげる意識の三重視展開だったり。ちょっとなんか懐かしいですね。30すごい当分使っていなかったので。マジで勉強になりますね。さあ、マジやっちゃう。まあ、言うの。ここに言うのはあれですね。同彩に出しても結局ミニペッカで延命されて形作られるので、逆サイに振ってユニットを咲かせて、こう、まあ、マジックアーチャーの、をこう、薄くね、薄く運ばせるみたいな感じですね。なんか、何ですか、両サイドに振ってユニット咲かしてみたいな感じですね。さあ、このデッキはね、こう左右に振るのがすごい大事になってくると思いますね。ダクプリとか言うので、ダクプリを右でサイドに出して、言うので左サイドに出して、まあ、ユニット咲かして、まあ、それをマジアチャだったり三重視で回収するみたいな感じだと思いますね。これザップまで打つかな？打たないか。さあ、言うのをうまく使って、まあ、ボムタワーがロイフには刺さってますね。ですが、めっちゃ積極的に攻めますね。おい。まあ、ここでマジアチャを処理できたのはすごい美味しいですが、結構攻めますね。めっちゃ攻めますね。びっくりしましたね。なんか、序盤なんで、あんまやりすぎるとすごい怖いんですけど、まあ、マジアチャを出すタイミングがうまいですね。ユーナが突進する、なんかね、アイゴルがちょっと溶ける手前ぐらいのタイミングで出して、ユーナの突進するようにして、相手に慌てて無理やりね、ユニットを引き出させるみたいな感じの、マジアチャを出すタイミングもちょっとエッチいっすね。さあ、ここはクエイグだと分かっていての多分30視展開ですね。で、全部アイゴルで逆サイ持っていけばいいだろうか。そうですね。さあ、からの、ここはロイホグセパーが間に合えば奇跡。いや、間に合いそうですね。13セパー。これあるあるですね。さあ、箱が落ちてくるのも分かっていての13セパー。ザップで少しでも稼ぐ。言うてやっぱ防衛硬いですね。このクエイクのやつも。さあ、マジアチャからのボムタワーですね。まあ、ここは、ああ、でもマジアチャに抜かれてる。うわ、ちょっと待って。あ、そして、ダクプリも抜かれてる。痛い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 。まあ、ここは、もう、行きますね。さあ、相手はミニペなので、若干ですが、ダメージは入っていくが、いや、しんどそう。で、ボムタワー回し出すね。さあ、相手が攻めてくるのを、まあ、直感で読み、30章展開せずに、まあ、他で回すと。いや、いい戦い。ここで30章か？あ、いい、そうですね。相手に30章に対して、ケツマジアチを合わされるのが辛いんですよね。なので、マジアチを割いて、相手が割いてからのこのケツ30章が多分強いですね。そうすると、相手陣地にマジックアーチがこういないので、まあ、回ってくるやつはしょうがないとして、そうですね。このタイミングの攻めが、いや、いい有能投資。これはザップ今の見た。うまっ。あ、しかも逆サイ入ってる。うえい。いや、なんか綺麗ですね。こう、気持ちいいですね。両サイド入る感じが。さあ、ここは、おしゃれにマジアチで射抜かずに、丁寧に回していく。お、待って。やば。34と49残ることなんてある。狙ってるかのようにね。さあ、49の方をあえてザップで落としていく。いや、うまいですね。あそこ見ました。30章2体にミリペッカだってくるのを突進有能からのザップで、プラスの多分有能が一発殴ってかな。か、まあ、ザップですね。あそこのザップ。神ザップですね。あれで、あそこ突破してね。いや、普通ミニペでね、30章2体なんか言うて守れると思うんで、あのザップですね。やっぱ上手い人はザップが上手いですね。間違いなく、このデッキもちょっと難しそうではありますが、ちょっと僕もね、もっと30使ってた身としては頑張りたいと思いますね。まあ、ロイフグ好きなんでね。はい。というわけで、今回ね、シロさんの30章ロイフグかなをリプレイいただいたんですけど、シロさんのツイッターもね、概要欄に貼っておくんで、皆さんよければね、そちらもチェック、フォローよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。